さあ、行くわよ。次の目的地は港の町フローレね。随分と賑やかな場所らしいわ。海の近くか、あんまり好きじゃないな。大きな町だと誘惑も多そうね。あなたは誘惑に打ち勝てる自信があって？冗談にしてもつまらないわ。こういう質問をあなたにしたのがバカだったわね。ん？私の調子かい？可もなく不可もなくって感じだな。急ぎましょう。まあ余裕だったな。いつもこんなに楽ならいいのにな。頼んだよ。期待してるからな。そう言ってもらえるとは光栄だわ。もう港の町フローレに着いたのか。どこのどなたか存じませんが、ごめんなさい、申し訳ありません。私たら不注意で。お怪我はありませんでしたか？いえ、そうもいきませんわ。私、マーユと言います。家も近いですから、そこで手当てを。こちらです、来てください。お客様に失礼でしょ。一体どこでそんな言葉を覚えてくるのかしら。お姉ちゃん、これからお客様と大事なお話があるから、みんな外で遊んできなさい。貧しい家ですが、応急手当ぐらいはなんとかなりますから、椅子にかけて待っててください。私、薬を取ってきますから。
じいちゃん起きてたの？おじいちゃん無理しちゃダメよ。おかゆを後で持ってきますから。ほら横になって。おじいちゃん、それは言わない約束でしょ。用意が遅れてごめんなさい。手当てを始めますね。ところで、皆さん方はどういったご用でこのフローレの町にいらしたんですか？手入れは一応終わりました。でも無理しないでくださいね。あ、それからお話の女の方でしたら、最近灯台の近くでよくお見かけします。物思いにふけっているように海を見ていらして、確かちょうど今ぐらいの時間です。ですか？何かご用ですか？信託ですか？確かに聞いたことがあるような気がします。でも私、父に海で拾われる前の記憶がないのです。だからどこで聞いたかはわかりません。ごめんなさい。そうですね。そうだわ。あれは。どうかしら。私、父に拾われた時に手に不思議なキューブを握っていたらしいんです。家にあります。あの、待ってください。家には鍵がかかってて入れません。これを持って行ってください。家の鍵です。どういたしまして。